はい、今日はとても久しぶりな私のモーニングルーティーンをご紹介したいと思います。妊娠中のモーニングルーティーンということで、まあ、たまに休んだり気持ち悪い顔したりするんですけど、そこはご了承ください。ママ、モーミー、はよ、はよ、モーミー。今回の動画とっても緩いので、何かしながら見ていただくのがちょうどいいのかなと思います。はい、まず私たちがやるのはお着替えです。おいで、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 サンダ。今小麦ちゃんに着せているこの白いパーカー、恐竜のモコモコパーカーなんですけど、コストコで購入しました。ガオーってガオーよし、じゃあママも着替えるね。うん、オッケー。ママ何着よう。バイシャーじゃん。最近買いました、ペンチャパン、マタニティパンツ。あ、よいよいよい。はい、むっちゃんが朝ごはん食べてる間にハロハロのお世話します。よいしょ。2番目に迎えた小鳥が最近大人になったんですけど、だいぶね、色が変わって真っ白になりました。ハルとハロは金花鳥という小鳥なんですけど、もうね、どちらも大人の小鳥になったので、とても仲良しに過ごしています。いや、ご飯発見。こうやってね、毎日ね、寄り添い合ってご飯も仲良く食べてます。はい、つわりの味方、グリーンだからちゃんです。これを飲んで私は今生きています。はい、小麦ちゃんの朝ごはんと小鳥のお世話を終わらしたら、次は私の身支度に入ります。最近スキンケアを一掃したので、使いながらご紹介していきたいと思います。こちらアウトレットで購入した洗顔なんですけど、洗顔は季節に分けて使い分けてます。夏はさっぱり系の泡洗顔使ったり、冬はしっとり系のクリーム洗顔使ったりしています。はい、最近使っている化粧水は口コミもとてもいい、薬局でも売っている大容量のベジスキンという化粧水を使っています。そして最近私がお気に入りのこちら、コヨリという美容液オイルです。美容液成分とオイルが2層に分かれているタイプなので、毎回使う前によく振ります。はい、こんな感じで白く濁ったら OK です。朝晩の2回仕込むようにしているんですが、継続して実感できたのは、赤ちゃんの肌に一歩近づいた気がします。よく聞く言葉なんですけど、キメやツヤがより一層ね、整った感じは実感しました。肌が荒れそうな食生活をしている中、こんだけね、お肌が整っているのはこの美容液オイルのおかげかなと思っています。さらにこちらのオイルは美容液と乳液、クリームの効果が1本に入っているので、とてもね、コスパもいいスキンケアコスメになります。そして今こちらのオイルをなんと半額以下で試せるキャンペーンも実施中なので、気になる方はぜひ概要欄に飛んでみてください。はい、続いて髪の毛を整えていきます。普段使っているのはラッテのヘアミルクで保湿しています。あまり持続力はないんですけど、まあ、サラサラと指取りが良くなる感じがするので好きで使ってます。よく友達にも、髪の毛すごいいい香りだねって褒めてもらって、シャンプー何使ってるのって聞かれるんですけど、このヘアミルクの香りなんです。はい、今日のヘアスタイルはいつも通り編み込みして一つ縛りするという感じで、毎日ヘアスタイルをやっています。このヘアスタイルのいいところは、アホ毛があまり出てこないところです。編み込みができる方、ぜひやってみてください。
はい、ヘアスタイルが完成したので続いて毎日メイクをご紹介します。私が使っているファンデーションはオンリーミネラルのミネラルモイストファンデーションです。このファンデーションは私が学生の頃から好きで使っているファンデーションで、私の中の一群コスメです。はい、ここでつわりあるある突然えずいてしまうということですね。大変失礼いたしました。はい、このアイシャドウもノーズシャドウもアイブロウも YouTube で何度も何度もご紹介しているので、ちょっと知っている方も多いと思います。こちら人気ですよね。この2つも学生時代からずっと使っている化粧品です。はい、そしてマスク生活には欠かせないリップクリームです。ほんのり色づく感じのピュアカラー、チェリーレッドのカラーです。これでもかというほどたっぷり塗って、私の毎日メイク完成です。はい、身支度が終わったら、あとは午前中に家事を片付けるため食器洗いや洗濯、掃除をしていきます。家事をしていると、小麦ちゃんはねセルフ朝ねんねしてくれるので、とてもね助かります。でも幼稚園始まるので朝ねんねもそろそろ卒業しないといけないですね。はい、掃除機をかけてもらう前にベッド下に物が落ちてないか確認しました。よくね擦っちゃってベッドの下で止まっていることがあるので毎回確認してます。ロボット掃除機の障害物になりそうなものを片付けていきます。はい、家事も一段落ついたので少し休憩します。だいぶねこの時間になるとしんどいです。はい、家事の間ずっといい子に待っててくれたので、小麦ちゃんとこれからたっぷり遊びたいと思います。以前そのポステチオケースのねデザインを変えるって動画で言ってたんですけど、こちらメルカリで購入した多分ハンドメイドなのかなやつなんですけど、超可愛くないこれ。これむっちゃん用、これ新しいベビー用に購入しました。Good.